じゃあちょっと次の質問に行きますか。大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。じゃあさっき1個目の質問で、まず午前中4つ授業があるって言いましたね。はい、そうです。で、そのベトナムの授業ってどんな授業をやりますか？科目ということですか？はい、そうです。数学とか、文学、英語とか、いろいろな科目がありますよ。定式も、地理とかあります。でも、主なのは、やっぱり、数学、文学と英語じゃないでしょう。英語重要ってことですか？はい、そうですよ。ああ、それ珍しいですね、日本からしたら。そうですか。はい、僕は小学校の時、アルファベットを A から順番に書けなかったですからね。本当ですか。はい、本当です。じゃあ、例えば体育ってどんなことしたりするんですか？水泳があったりするんですかね？水泳は、ほとんどないですよ。大学までほとんどないです。じゃあちょっと川で溺れたら死にますね、普通に。そうですよね。それは危ないです。はい。じゃあちょっと次の質問していきたいと思います。昼ご飯は日本だったら給食のところが多いんですね。はい、ベそトうでナすムでよ。はどうですかね？小学校の時に、家から学校まで近いですから、お昼ご飯は給食じゃないです。じゃなかったんです。もしかしそて。の代わりに、家に帰って、家族と一緒に 食べましたよ。すごいですね。学校から一回外に出て、家でご飯食べた。はい、そうです。それは面白いですね。早い学校まで近いから。なるほど。普段は自転あその時に自転車で家に帰りましたよ。それはいいところに住んでましたね。はい、そうですよね。その後、また学校に行きます。なるほど。じゃあ次の質問です。学校まで、例えば多分ミンさんは歩いて行ったかもしれないですけど、スクールバスとかってありますか？スクールバス？はい、なかったです。みんなじゃあバイクとかで後ろに乗っていきますかね？自転車とか乗って、学校に行きます。ほとんどです。それは自分で行きますか？そうですよ。スクールバスがなかったんです。今までないですよ。田舎ですから、そういう乗り物は、まだないです。わかりました。じゃあちょっと次、修学旅行って大体日本だったら6年生に修学旅行があるんですね。ベトナムでは修学旅行ってありますか？私の場合はなかったんです。あ、日そう本ですか。ではどうですか？日本はないとこはほぼないですね。そうですね。じベゃあ、トナムも3つです。ベトナムではないところもあるってことですね。じゃあ、修学旅行が。そうです。じゃあ、遠足はありますか？遠足は私の場合にもないです。あ、じゃあ、みんなで一緒にどっか出かけるみたいなことあんまりない？あまりないです。あ、まあ、人数が多いとめんどくでさも、いですからね。大都市ならあるかもしれない。あ、じゃあ学校によってあるかもしれないってことで。そうです。なるほど。
そういうことです。じゃあ次、じゃあ台風で休みの日があると思うんですけど、学校で。はい、そう。これ、はい、日本だったらその日は大体みんな嬉しいんですね。そうですね。ベトナムではどうですかね。はい、やっぱり嬉しいですよ。学校に、なんというか、学校に休みになりますから、うん、子供たちはやっぱり嬉しいと思います。うん、私も、その時は小さいなので、遊ぶのが、大好きで、うん、そのとか、その、その日に、休ませて、とっても嬉しかったです。なるほど。同じですね、じゃあ。はい。なんとか、いくつかの、日々連続で、大変勉強した後、ついに、なんとか、一日に休ませて、やっぱり嬉しいですよ。